こんにちは、フィールドミュージックの中山です。今回はブリッジミュートのやり方について解説していきたいと思います。ブリッジミュートとはギターの、ブリッジというパーツ、この付近に右手を軽く添えて当てた状態でピッキングなり、ストロークなりをしていく奏法のことを言います。実際ブリッジミュートなしとブリッジミュートありでちょっと違いをですね聞き比べてみましょう。ではブリッジミュートなしのパターンからまずやってみたいと思います。ブリッジミュートなしのパターンで弾きました。今度はブリッジミュートありでやってみたいと思います。このように音色の違いがはっきり分かったかと思います。ブリッジミュートはですねパワーコードを弾いて、使っていくことがとても多いです。パワーコードについてはですね以前別の動画で解説していますので、ぜひそちらの方を見ながら、参考にしてもらえたらと思います。こちらはですねロックギターで結構進出度が高くてですね、リズムの刻みがはっきりと、してくるんですね。今回音がこうちょっと歪んでいますけども、こう歪んだ音でやっていくとよりザクザクした感じが出てくるかと思います。あとはですね、音量を抑えたい曲の A メロとかあと B メロ、そういったところで使うことも多いです。ではもう少し詳しく見ていきましょうか。当て方ですね。このブリッジというパーツ、このブリッジの、パーツからこう弦がこう出てきているかと思うんですけど、境目になっていますね。このブリッジのところからだいたい1センチぐらい、この辺りに右手の側面、主頭ですね、ここを軽く触れて当てた状態で弾いていくと、ピッキングなりストロークなりをしていく、それでやれば、ブリッジミュートはできます。ちょっと実際やってみると、さっきもちょっと最初にやりましたけど、この音量、この音になっていれば大丈夫です。でちょっといい例と悪い例を、比べてみようと思うんですけど、いい例は今やりましたね。悪い例なんですけど、例えばこれブリッジミュートをかけた状態、こう主頭のところをブリッジの、1センチあたりのところにこう触れた状態で弾くときに、これかけながらネックの方に近づいていくとですね、このように音色が変わっていってしまいます。場所によってこのようにこう音が変わっちゃうんですね。で、最終的にはこう、シャープこうしていきながら最終的にはこう何の音を弾いてるかわからないというか、音程がこう分からなくなってしまうと。なのでそうなってしまうとやはり悪い例に該当してしまいます。なのでそこにちょっと気をつけながらやってみてほしいです。あとですね、逆にブリッジの方に近づけようというふうに意識が働きすぎても良くないんですね。なぜなら、触れた状態で逆にこうブリッジミュートかけようとしてブリッジの方に行き過ぎちゃうと、今度はブリッジミュートがかかっていないという現象が起きちゃいます。こういったことも、よくあったりもするんですけども、こういったことがないようにちゃんと、ちょうどいい音、ブリッジミュートしたなっていう音ですね、約1センチあたりのところに手を置いてこういった音色が出ていれば大丈夫です。あと、何よりもですね、この右手のポジションでどの付近っていうよりかは
耳で聞いて確かめて、あ、ブリッジミュートできているな、できてないなっていうのを確認しながらまずはやってみましょう。ではですね、より実践的なことをやっていこうと思うんですが、まず今回使っていくパワーコード、パワーコードでブリッジミュートをかけるっていうことが非常に多いので、そのパワーコードでやっていこうと思うんですけど、以前別の動画で解説したパワーコードをそのまま使って6弦ルート、5弦ルート、2つの、ルートのコードでやっていこうと思います。6弦ルートであれば Em、F シャープマイナー、 G、 そして A。 5弦ルートのパワーコードであれば A、B マイナー、 C、D。 このコード、こちらをちょっと使ってやっていこうと思います。ではまずですね、6弦ルートからやっていこうと思うんですけど、それぞれですね4種類のリズムパターンで今回ブリッジムートをやっていこうと思います。まずは全て8分音符でブリッジムートをかけた状態、全部かけた状態で刻んでいく。テンポはすべて115で今回設定しています。譜面もちょっと参考にしてほしいと思うんですけど、譜面にはですね PM とか M とかそういった表記になっています。そちらの表記がブリッジミュートで行ってくださいっていう指定になっていますので、売られてる譜面なんかにもそう書いてありますので、参考にしてみてほしいと思います。ではまず、一つのパターン、すべて8分音符でブリッジミュートをかけ続けた弾き方、それをちょっとやってみようと思います。 1,2,3,4。 ではですね、次はパターン2、ブリッジミュートをかけない音、そしてかける音っていうふうに、ここからあと残りの3つのパターンはですね、切り替えをちょっと、そのリズムの中に織り交ぜてやっていこうと思います。ちょっとやってみると、次のパターンは2分音符でブリッジミュートかけずに、そして残りの8分音符でブリッジミュートをかける。こういった、奏法、弾き方、リズムでやっていきたいと思います。ではやってみます。 1,2,3,4。 ではですね、次に行うパターンなんですけど、今度はタンタッタタッタタッタ、四分音符のところはブリッジミュートをかけません。残りの8分音符はブリッジミュートをかける。ちょっとやってみると、こんなような弾き方になっていきます。ではこちらもですね、テンポに合わせてやってみようと思います。1,2,3,4。はい、ではですね、このパターン4つ目、これで最後なんですけど、今度はタンタッタタッタタン、タンタッタタッタタン、こちらもですね、四分音符のところがブリッジミュートをかけないで、8分音符がブリッジミュートをかける。ちょっとですね、ブリッジミュートをかけたりかけなかったりっていう、この切り替えが少し忙しくはなります。このパターンを例に、ちょっと練習してみてほしいと思います。ではこちらもですね、やってみようと思います。 1,2,3,4。
限のルートのパワーコードで4種類やってきましたけど、今度はそれをですね、全く同じように4種類のパターンを5弦ルートのパワーコードでやっていこうと思います。5弦ルートのパワーコードだとまたちょっと意識がですね、6弦ルートと少し異なる部分があります。これも以前紹介した別の動画を参考にしてもらえればと思うんですけど、右手もですね、ブリッジミュートをかける、かけて弾く右手の弾く弦もですね、6弦5弦から5弦4弦というふうにこう弦が1段こう下の方に降りていくので、ちょっと感覚がですね変わっています。なので少し慣れが必要になるかとは思うんですけど、こちらも何度もですねやってみてほしいなと思います。それでは、4つのパターンを順にやっていきたいと思います。ではまずパターン1ですね。 1,2,3,4続いてパターン2やってみます。 1,2,3,4 ではパターン3ですね、やってみます。 1,2,3,4最後パターン4やってみます。 1,2,3,4 今やっていたパターンはですね、どのパターンも品質度がとても高いです。なのでまずはじっくり何度も練習していきながら、一つ一つ積み重ねていってできるようになってほしいなと思います。いかがでしたでしょうか。今回はブリッジミュートのやり方についてやっていきました。まずね、難しいところもあるかと思うんですけども、基本が大事になってくるので、一つ一つ丁寧に焦らずにやっていく、そして、一個一個ね前に進んでいってほしいなと思います。またこのブリッジミュートができれば、その分、テクニックの幅が広がっていろんな曲を弾けるっていうことにつながってきますので、ぜひ挑戦してできるようになってほしいなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。